沢宗忠は、日本の元プロレスラー。ランジェリー・ムトは、沢が扮する、コミックレスラー。プロレス団体、新日本プロレス所属を名乗っている。スキンヘッドのかつらを装着してさらに、その名の通り女性用下着をつけた姿で、無ト刑事ムーブを行う。ご丁寧にも、無トと同様に膝に爆弾を抱えており、どこを攻められても必ずその痛みは膝に来るという。 ギミックが持ち味。主戦場は、沢宗忠の名義でも参戦している。プロレスリング01マックスだが、他のインディー団体にも参戦している。2006年4月28日、ブラザーヤッシュの自主興業、新宿カスヤロープロレス、新宿フェイス大会にビッグサプライズゲストとして、現れた本物の武藤から、カンナガツより似てるなと本人お墨付きの認定を受けて、 同時に、シャイニングウィザード使用料1回2000円だぞと、返答に困るジョークを仕掛けられている。逆に、全日本プロレス主催の無党祭りで行われた、無党ランブルでは、試合中、無党にランジェリーを渡して、無党を困らせた。5月5日、01マックス後楽園、ホール大会で、大森高尾戦では、敗れた者の大森を、ランジェリーを大森にしてしまうという離れ技をやってのけた。 タックチーム、変態大社長として、タックを組んでいた、高木も、蝶野正弘をモチーフにした、ブラジャー蝶野として、ランジェリー無党とタックを組んだことがある。ファイティング TV 侍の番組、速報バトル面で、鈴木みのるが、気仙沼で興業をやった時に、ランジェリー無党も来てさ、そこに、津波で家族を亡くして、それ以来ずっと笑っていなかったっていう方がいたんだよ。 その人が、ランジェリー、武藤の試合を見て笑って、周りの人が、何々さんが笑ったって喜んでたんだよ。俺はプロレスすごいと思ったねと出演していたレフェリーの、和田恭平より胸を打つエピソードが紹介された。一時、天山広吉をモチーフにしたバレリーナ天山を練習するも完成せず断念の過去があるらしい。2011年11月6日。 01ベルサール六本木大会で、ランジェリー、武藤の引退試合が行われた。ありがとうございます。